ジョード・リングはアメリカ合衆国のプロレスラーであるイリノイ州シカゴ出身。2010年頃プロレスデビューは2004年12月19日。ティネでは TV ショーのティネ・インパクトや PPV 大会にも出場していた。2007年6月に全日本プロレスにフィル・アトラスと共に留学生として来日。道場で若手選手、練習生と共同生活をしていた。 2007年6月24日から始まったクロス・オーバーシリーズで日本マットデビュー。7月には武藤刑事からブール・マーダーズ退治のパートナーに抜擢された。2007年8月いっぱいで留学期間を終え、9月シリーズからは1位外国人選手として参戦。2007年10月18日の代々木大会ではスワマから勝利を奪う。2007年11月からは 武藤刑事と共に世界最強タッグリーグへの出場し優勝を果たした2008年1月3日の後楽園大会で武藤と共に小島たる組から世界タッグ王座を奪取自身初の王座獲得となった2008年3月22日の新潟大会ではタッグ戦ではありながらも太陽ケアからも勝利を収めた2008年4月5日から開催された チャンピオンカーニバルに出場、西村治、そして全三冠王者の鈴木実から勝利を収めた。2008年5月11日、後楽園大会で、ブルード・マーダーズの外国人選手ゾディアックと一騎打ちが実現し、スパイラルボムで勝利。試合後ブルード・マーダーズが、ジョーの髪とゾディアックのマスクをかけた、リベンジマッチを要求しこれをジョーが受諾。5月25日の神戸大会で、 マスカラコントラカベジェラマッチで再戦し、その試合でも勝利した。2008年6月28日、鈴木実太陽ケア組に敗れ世界特王者から陥落。2008年9月13日、グレンタイとのキャプテンホールイルミネーションマッチに出場。武藤刑事等の攻撃が誤爆し、退場となるときに本体と、不穏な空気を見せた。だが、 その後のシリーズでは特に異常な様子は見られず、良好に試合をこなしていたため、この空気は一時収まったかのように見えた。しかし、最終戦でパートナーである、真田翔也にレボリューションボムを食らわせて、まさかの VM 入りとなった。VM 加入後は、トレードマークの金髪と VM カラーの赤を混ぜている。2008年の最強タッグでは、ゾデアックとのブールータワーズで出陣し、 その圧倒的な破壊力で相手を圧倒し、最終戦前まで勝ち点8と優勝決定戦進出を目前としていた。ところが、ゾディアックが急性腹膜炎で緊急手術をすることになり、リタイアとなった。2010年、WWE とディベロップメント契約を結び、3月に FCW にてデビューした。4月にリングネームをドレーク・ブリュワーに変更。体格、力が、 上野レスラーが多い成果で番が少なく、9月に解雇という形になってしまった。2016年4月24日、脳主要に犯された、浄土リングへの応援フラッグ2010年11月5日、全日本プロレス、台湾大会において、チャーリーハースの諸般の事情による欠如を受けて、急遽出場となった。2011年に、ブルール・マーダーズに復帰。 河野正樹とのタッグで世界タッグを獲得するが、ブードーマーダーズが平井信和への暴行事件により解散。以後は、ビッグダディ・ブードーとタッグを組み世界最強タッグにも出場。2012年の5月に久々に来日。自身がヒールターンするきっかけとなった、真田清成とタッグを組んで世界タッグ王座獲得。しかし、1ヶ月後に組まれたゲットワイルドのリマッチで敗れ。 王座を失い、試合後にサナダとのコンビを解消。9月にベストパートナーを連れてくるといい、今度はゾディアックと組んで、また世界タッグ挑戦を目論む。2013年、全日本プロレス分裂騒動の際には、スワマと同様、全日本プロレス残留を表明。10月にスワマとのタッグで、自身4度目の世界タッグ王座体感と共に、 年末の最強タッグで優勝した。2014年7月27日、全日本、後楽園大会で、スワマを破り、三冠ヘビー級王座を奪取した。2016年、チャンピオンカーニバル参戦前に、悪性脳腫瘍が発覚したため出場を辞退。ジョーの代わりに、エボリューションのメンバーである、青木敦氏が、代替出場となった。今後は放射線治療など、学療法を行い復帰を。 目指す。11月27日、全日本両国大会に来場。週刊プロレスのインタビューでは、日本のプロレスファンの前で戦いたい胸を明かす。2017年1月2日、全日本プロレス校楽園、ホール大会で復帰。後日、頭に関しては100、100%感知あとはレスリングが100%に戻すだけとフルタイム、前線参加を訴えた。その発言通り、 2月シリーズからは、前戦参戦、4月のチャンピオンカーニバルにも出場し、A ブロックを4勝2敗で通過したが、優勝決定戦で、石川修二に敗退し準優勝。7月17日高楽園、ホール大会では、実質的な三冠ヘビー級王座時期挑戦者、決定戦である、宮原健人との試合に敗れ、その日のメインイベント、三冠ヘビー級王座戦で、リーダーのスワマも、 王者石川に負けたことにより、フラストレーションが爆発。一人でやっていった方が良いと、エボリューション脱退を、意思表示し始め、ツアー最終戦の7月30日大阪府立、体育会館大会で正式に脱退。2017年8月27日に、両国国技館で8人タッグマッチを行う。ゼウス、ボリガー、鈴木小太郎とのタッグで、大森隆を 秋山ひとし、岩本孝氏、田中みのるとのタッグと対戦。大森がアックスボンバーでボディガーを仕留めて、上側のタッグは敗北。同日同会場で行われた小島さとしとスワマの対戦に、コスチューム姿で自然に乱入。あまりにも普通に乱入し、スワマを痛めつけていることから、このままスワマと一気打ちになってもおかしくない雰囲気であった。全日本プロレスその他。 レボリューションボムスカイハイボムダカ角度スパイン、バスターラリアットジャンピングパワーボムデスバレーボム、ありがとうございます。